がここにある。お忙しい時間に時間作ってたので、ありがとうございます。僕はハリさんにちょっと取材をお願いした経緯で言うと、はい、ツイッターのタイムラインに、うん、この前フジテレビやってたゴッドハンドっていう定型バラエティの番組を、その元ノンフィクションのチーフプロデューサーだったハリエさんが手掛けてるっていうニュースが来て、あ、元ってことはこの人フジテレビ辞めてんのかなと思って、そこから調べ始めて、52歳でわざわざフジテレビ辞めて新しく制作会社作ってるって、ちょっとなんかアホだよねそう、ある意味クレイジーだけどめっちゃかっこいいなと思って、なんかそんな大人になったことないと思って話して、しかもなんか、ちなみにじゃあ、はい、その辞める直前までは、うん、ノンフィクションをやられてたんですか、ね、すごいの、辞める直前、要するに6月30日付で、はい、会社ね、はい、7月1日から新天地というか新しいことやるで、6月30日もが日曜日なんですよ。日曜日ってことはノンフィクションの放送が6月30日まであって、はいはい、それで7月1日からいきなりもうただの人になったっていうですね。面白い。そのちょっといっぱい聞きたいことがありすぎてちょっとあれだなと思ったんですけど、うん、じゃあまずそのいやて普通に考えたら、うん、そのノンフィクションのチーフプロデューサーなんて、うん、なんかめちゃくちゃかっこいい仕事じゃないですか。かっこいいかな。かっこいいっていうか、あ、要は誰しも知ってるテレビ番組って、うん、数少ないじゃないですか、うん、並べるのおかしいですけど、アメトークとか、はい、まあイッテ Q とか、はい、誰でも知ってるじゃないですか、はいはいはい、だからそのレベルじゃないですか、その、てか、まあ歴史も考えたらもそれ以上なのかもしれないですけど、そうですね、そのチーフプロデューサーっていう、なんか誰もすげえっていう肩書きをわざわざ捨ててっていうのがめちゃかっこいいと思って、なんで辞めようと思ったんですか。いや、いろんな理由があるんだけど、まず、はい、テレビ局員といったって所詮サラリーマンでしょ、はい、でサラリーマンって、まあ、フジテレビの場合は特にそうなんだけど、はい、特にというか、はい、まあ、一般大企業はそうなんだけど、役職定年っていうのがあるんですよ、はい、要するにフジテレビの場合は57歳で、はい、役職がなくなってお給料もちょっと減らされるっていう、へえ、っていうことはね、はい、57歳の段階で僕まだノンフィクションやってたとしたら、はい、それすらももしかしたらなくなっちゃうかもしれないし、ただの社員になっちゃうわけですよ、はいはい、権限も何もなくなっちゃうというね、へー、そうするとお前死ねって言ってるようなもんじゃない。もう何もしなくていいからさ、そのまま60歳までいてなんていうね、はいはい、そんな生き方はしたくないと、まあ、もしかしたら社内ではほとんど老害だったかもしれないけど、へー、ね、まだまだ俺は投げ続けられるよと、へー、いうのを、まあ、一番大きい理由かな。へー、かっこいい。この辺どう。あ、いいっすね。なんか座れるとこありますよ、ね、ベンチあったらそこになんか座っていただこうかなと思うんですけど、すごいっすね。だからそのなんて、すみません、辞職するときってなんて言うんですか。僕フリーなんで別にその辞職したこともないし、そのね、しかも52歳の辞職ってなかなかちょっとその ね、なんか会社の人とかも止めそうなもんじゃないですか。いいですか、こんなところで。はい、優しい、ありがとうございます。座っていいよ。あ、いいですよ、全然。あ、じゃあ僕も横で、はい、あ、で僕がこうちゃんとマスクするんで、林さん、せっかくなんで、はい、よかったら撮っていただいていいですか。へー、面倒くさかったね、辞めるときはやっぱり。まずいつ言い出すんですか、そのフジテレビ辞めます、僕っていう。なかなか鋭いこと聞いてくるね、はい、もうね、1年前ぐらいから実は、はい、心の中で決めてたの、はい、ただ、はい、1年前に言うのも早すぎるかな。せめて半年前ぐらいのタイミングで、はいはい、とりあえず上司に言おうかっていうんでと決めて、はい、半年前に会社の方に、いやいや実は辞めますと、うん、やりたいこともあるんでってなことを自分の方から言うわけ、うん、はいはい、そしたら、まあ、当然みんなびっくりするよね。何考えてんだお前みたいな話になって、いやいや、やめるな、やめてとのたれ死ぬぞみたいなこともね言われ、はあ、それで説得をされるわけですよ、はあ、はあ、いろいろとね、ご飯に連れて行かれながら、いろいろこんなこと言ってやっていいのかな、まあ、だけど、まあ、説得される。だけど僕の気持ちはまあ一切変わらないということで、はあ、まあ、最終的に会社側も諦めたんじゃないかな。へ、はあ、だって、いや、例えばその端っこ窓際族的なことだったらまだわかるじゃないですか。なんかその割と同年代の方はど真ん中っていうか、そうね、
しかもあの時のフジテレビで言うと、うん、もうバラエティも元気もないから、ね、意外とそのなんていうかやっててかっこいい番組やってる人って少ない中で、そんな美味しいポジション、だから普通びっくりしますよ。確かにね、お前何がそんなのって言う気持ちないですか。そうだけどやっぱりね、50過ぎてくると、うん、やっぱりなんだろう、いろんなさらに次のことを考えちゃうのね、うん、60、70になった時のこととか考えた時に、うん、このままのポジションでへばりついてというか、うん、やってたとしてもそれがもしポカーンとなくなっちゃった時に、うん、多分自分の心の中にはぽっかりと穴も開くだろうし、うん、なんだろう、もうすでにこうな違う展開はしといた方が、うん、もっともっと何かできるんじゃないかなと思ってさ、うん、なんかそんなことをこう考えての決断だったっていう。そうですよね。でもノンフィクションってもうテレビやってる人みんな好きじゃないですか。なんていうか特に業界人みんな好きじゃないですか。あ、そうですね。まあ、もちろん芸人さんもねファン多いと思うんですけど、あれってどうやって作ってたのかなっていうのが興味があって、1ヶ月は、ね、4本ラインナップがあるわけじゃないですか、うんうん、でそれを年間通してやっていくじゃないですか、うん、まずどんぐらい並行して動いてたんですか。あの時はね、だいたい僕がやってた時は20本ぐらいは走ってんのかな、同時に、うん、でどれが来るか、どれがちょっとまだ行けてないかっていうのはちょっとこれわからないんで、ただ僕がそのチーフプロデューサーになった時っていうのが非常にその元気がない時だったの、ザ・ノンフィクション自体の視聴率っていうのもね。で、あるいは3年4年かけても全然放送が出ないという、そういうちょっとこういろんなまあ弊害というか問題がこう、問題というかなんかこうまあ起きていて、うん、僕がなった以上はいろんな公約を掲げたんですよ。まず最低3ヶ月でもいい、例えば3ヶ月回して出せるもの、場合によっては1日で出せるもの、とにかく制作会社も予算も減らされる中で制作会社さんを苦しましちゃいけないっていうこともあってね、なのでもっと短期集中的にやって絶対出すぞっていう、まずそれをこう大公約を掲げみんなを安心させ、うん、で内容的には3つっていうのを掲げていて、1つはやっぱりストーリーがこうまあ見ての通りなんだけど、アップダウンを1時間の中でどれだけその人の人生がこう描けるか、あともう一つは10秒でもいいと、ディレクターさんに10秒でもいいから俺これ撮りましたっていう、そう、まあ例えば分かりやすい例で言うと泣くとか、あるいは怒るとか、そういった何かこう決定的なシーンがもう10秒でもいいから撮れたらいいよと。で最後もう一つは、なんて言ったってその主人公がもがき苦しんでるかどうかと、人生今その3つさえ、まあ、クリアできれば企画は通すよっていうことで、それで、まあ、20社ぐらいかな、同時に走ってったっていう感じかな。20社って20社の会社も動いてるんですか。そうそう、20制作会社には大体30社40社ぐらい、だから20社ぐらいは動いて、だからやっぱりその制作会社によってディレクターさんによっても個性があるから、うん、やっぱりそうは言っても半年かけたいっていう人もいるしね、うんうんうん、でもやっぱり3ヶ月で仕留めたいっていう人もいるし、うん、だからその辺をうまくこうなんかパズルだよね。だからね、あ、でも3ヶ月って時間区切ったのは素晴らしいです。僕ずっと疑問だったのが、バラエティやってる人間からすると、うん、まあ1ヶ月なんとも1ヶ月半で大体フィニッシュなんですよ。非効率だなってめちゃくちゃ思ってて、非効率だもん。だってドキュメンタリー、いや元々テレビ番組って非効率じゃない、うんうん、でもっと言うとドキュメンタリーってもっともうその最たるもんで、うん、非効率中の非効率番組だよね。だから今もうとにかくこのテレビ界地上波からどんどんなくなってってるっていうのは僕はそういうことだと思うんだよね、うん、だから逆を言ってやっぱちゃんとゴール決めてやりましょうよと。ああ、いや、それ素晴らしい。そうじゃないと俺たち苦しむよお互い、うん、もしかしたら枠もなくなっちゃうかもしれないよっていうね、うんうん、それに甘んじてたらっていうことで意識改革も含めてやったのかな、いや、それ素晴らしいですね。僕だからこんなのをノンフィクションとかいつかやりたいなとかうっすら思うじゃないですか。結構友達と、それこそ行ってきやってる高校の友達なんですけど、うん、その友達とかも行ってきなんかやっちゃったらやりたい番組ないじゃないですか。もうあのバラエティにおいてそうだよね、もうその V 作りにおいてはもう最高峰味わっちゃうから、逆に他行ったらなんでこいつにこんなやつ出なきゃいけないんだとか思っちゃいそうじゃないですか。でもやっぱノンフィクションはいつかやってみたいみたいなこと言うから、やっぱみんなちょっと憧れるけど、シンプルに財政的に無理だろうなみたいなこと思っちゃうんですよね。そうなのよ。なんかそう、あれどういう人がやってるんですか、ニュースとか。ディレクターですか、はい、ディレクターはね、やっぱりドキュメンタリーをこうやりたい、あるいはやってきた人、うん、だから報道情報系にどうしてもなっちゃうよね、うん、ただ
僕はね、もうそこはいろいろ僕のところにやってくる制作会社さんって、やっぱり僕は人見て、あ、こいつと一緒に仕事やりたいなっていうね、やっぱりそういうのってあるじゃない。だからバラエティをやってきた人たちもね、血をやっぱり入れたりとか、やっぱりね、勘どころは鋭いんだよね。バラエティやってる人と、僕ね、ドキュメンタリーやる人って、どっか通じ合うところがあると思う。だから、結構ね、バラエティをやってきた人もやってもらったりもしたかな。面白い。僕がちょっと原さんが異常っていうか、うん、いやそれは素晴らしいなと思ったのが、うん、あの北九州連続殺人事件の息子さん、はいはいはい、松永俊死刑囚と尾形純子、うん、受刑者の息子、その二人の息子さんのインタビューが流れたじゃないですか、うん、2週にわたってで僕あの時めちゃくちゃ忙しくてそれ見れなかったんですけど、うん、もう僕その時当時 3,4 本番組やっててどこでもその会議で話題にあれ見たみたいな上がっててバラエティの人間がそれ話題にする意味あるぐらいだって関係ないじゃん今から話すことって言うんだけどみんな会議関係なくそれの話しててうわ見てないんだ俺と思ってこれだってハリエさんがインタビューしたんですもんね。そう。いや、それがすげえなと思って、あの、バラエティで生きてた人間からしてチーフプロデューサーのイメージって、もう偉くなりきっちゃって、うん、あの、MC のただのなんか喋り合いとか、なんかその、収録あったら、なんか AP さんに、何時回しだっけとかって、それ紙見て分かんだろみたいなこと聞いて、なんか邪魔するみたいな、なんかその、そうレジなんかも持たされてもどこがレッグボタンか分かりませんみたいなおっさんしかないイメージだったんですよね。自分でインタビューするなんて要はリスクしかないじゃないですか。あ、こいつ仕事全然できないじゃんってバレる可能性あるね。あ、確かにあるんです。よくやるなと思って、いやそれすげえなと思ったんですよね。かっこいいやろって。あれなんでハレーさんがインタビューすることだったんですか。あのね、あのちょっと経緯を言うと、はい、ノンフィクションとは別にね、当時ね夜のゴールデン帯の2時間枠で、うん、僕が立ち上げた平成女の大事件っていうね、そういうタイトルのシリーズ企画、はい、何ヶ月かに1本2時間やるっていうね、その中のワンノム全部のネタとして誰も触れなかったあの事件を直球数で取り上げようと、で取り上げたの、はい、ゴールデン の、あのその特番でね、はい、そしたらその数日後にフジテレビに対してその長男と名乗る、うんうん、青年から電話があって、で庁舎センターの方も困ってて、俺が責任取るしかないわけだから、うん、でまあ電話同士で、まあ、出会うわけですよ。それ文句言ってくるわけ、なんで事件取り上げたんだと、うんうん、また俺はネットで叩かれると、うんうん、まあ、どう生きていく、どうしてくれるんだっていうね、うんうん、いろんなそういうクレームからスタートして、それが毎日のように電話がかかってくるわけ、うん、でも俺も面倒くさいから俺の携帯も教えて、俺逃げも隠れもしないからってことで、好きな時間にも好きな日も電話してこいっていうことで、そしたら毎日電話かかってきて、で1時間2時間ぐらい話すわけ、うん、その息子と、うん、でそうするとね、なんだろう、この子は結局何を言いたいのか僕に対してね、うんうん、普通だったら今のテレビって BPO に訴えますとかさ、うんうん、なんか名誉毀損で訴えてちょっとお金をくださいとか、いろんなそのクレームの種類ってあると思うんだけど、その息子に限っては何がゴールなのか、30年ぐらいテレビマンやってきて、いろんなクレームを対応してきた中で全く初めての経験で読めないっていうね、その息子が何を望んでるか。で最終的にで俺じゃあ会って俺謝ろうかってここから出そうになるんだけど、そうすると そうで息子は結局俺の顔が見たいんだろうとか、うんうんうん、それでまた取材が始まるんだろうみたいなことを言われかねない、うんうん、だから僕はもう何もこう、もう武装も何もできない中で、うん、向こうに言われるがままに言われっぱなし、うん、だけど次第にね、なんだろうな、なんかこう向こうもいいよハリエさんだったらって話になったわけよ。へー、心開いてくれたんですか。開いたかどうかわからないんだよ、だね、ちょっとだけちょっとだけなのかわかんない、でもどうせ大人裏切るからみたいなこと必ず言って電話切るんだけど、だけど会っていいよっていうことをいきなりポーンって言ってきたもんだから、じゃあ会おうよって話で、北九州に行くわけ。それってどれぐらいの期間の電話のどれぐらいなんですか。毎日電話かかってきたのか。やっぱり1週間10日ぐらいかな、この子は働いてるのかどうかもわからなかったわけで、決まって11時ぐらいに午前、はい、電話かかってきてさ、1時2時間はで物音何も一つしないから、何をやってる息子なんだろうっていうのもさっぱりわかんない、はいはい、うん、
だけど息子であることは間違いないというなんとなく直感めいたことがあって、いろいろこう聞いてみたら確かに息子らしい、人生をどうもこれ辿ってるなっていうのもね、あの直感でしかなかったんだけど、うん、答え、まあ分かったというか、でまあ実際あったっていうことかな。日帰りなんだけど夕方の便に乗って、それで一番最終便でまた戻ってくるみたい。だから2時間ぐらいかな、最初あったのは空港のカフェ、レストランであって、あの初めましてなんていうね話をしながら、いや彼の言うことももっともなの。その事件を取り上げたその VTR でね、いやなんでその松永尾形2人の子供である俺に許可を取らないんだと、いや許可というかね、この事件やりますよっていうね、ことをちゃんとメディアとして言うべきじゃないだろうかと、いうことを彼は僕に言ってきて、それは本当にその通りだなと思ってすぐ謝って、いやごめんな、本当ごめんなさいねって、それはやっぱり君をあえて守ろうとしたっていうか、まあ取材班チームを作った時に、そのやっぱ息子2人いる中でやっぱそこをちょっと行くのはやっぱり配慮した方がいいかなって、僕のチープロデューサーとのジャッジというか判断があって、あえてそこに触れなかったのが逆に裏目に出たっていうね。でそれはもう本当申し訳なかったっていう、君をやっぱ傷つけたっていうこともねあるし、ただ正直に言ったわけ。そうするとどんどん態度も変わってきたっていうか、心許すっていうか普通に話す相手になってきたっていうことだよね。それはそのオンエアまでの何年前です、どれぐらい前ですか。なんか3ヶ月ぐらいでもうインタビューしたのかな。あ、そうなんですか。あってからから、それで番組にするっていう発想は俺まるでなかったから、とにかく彼の気持ちっていうのをちゃんと分かった上で、謝るべきことはちゃんと謝って、これからもまあ何かあったら俺に連絡も取ってほしいし、困ったことがあったら言ってきてっていうことを言った時に、ハリさん、俺あれさんの番組もしやるんだったら俺が出て喋ってもいいよっていうことをポーンと言ってきた。へえ。だけどちょっと待てよと、それはすごくありがたい話だしね、誰も触れられなかった相手だし、表にも出てこなかった青年だし、待てよと、これありがたいけど心の中で何の枠でどうやったらいいんだっていうことをやっぱ考えるよね、テレビ局である以上は。僕はその時その報道局ではない情報制作局っていうところのね、朝の情報生番組なんかをやってたりとかするチームで、僕はたまたまそうザ・ノーションやってたっていうだけなので、ニュースでやるのもなんで今やる必要があるのかって話もタイミングもあるしさ、ってこういろいろ考えた時に、あ、そうだ、俺の番組でやっちゃえばいいんだと思って、じゃあザ・ノンフィションで関東ローカルだけど動く絵とか一切撮れないから、僕が君にインタビューするという形でやっていいかと。で君のその当時だから22、23歳ぐらいだったんだろうけど、彼の人生をたった1時間で収めるのはきっとこの子はお父さんとお母さんが逮捕されてから孤独な人生をやっぱりね、社会から見放され、蔑まれというか、きっとこう壮絶な人生を送ってきたに違いないな、これを一本でやるのはもったいないな、だったら腹をくって前編後編の日本シリーズでやっちゃおうと、で聞き手は僕がやると、で君に聞くからねっていうことでホテルの室を借りて、もう本当もうインタビューだけだよね、インタビューで彼の人生をこう辿っていくっていう、あの事件って相当視聴者から嫌われた事件なんで、残虐すぎて、多分これ誰も見てくれる人いないかなって思いながら、腹を振ってやったらたまたま視聴率が大化けしちゃったっていう。いや、あれ何パーだったんですか。後半が 10% いったのかな、10.0。 僕はすごい怖かったのが、その放送することによって余計彼に不利益なこと、またネット上で大叩きされたりだとか、なったらどうしようかなってこともやっぱそこは2人で話し合いながら、でもやっぱり今ここで君の言いたいことも含めてね、やった方がいいかなってことで、やったら割と視聴者の大半が彼を応援する、その声にこう変わってったっていうのはすごくやってよかったなっていう結果。だって今その方ともまだ今いやもうつながりは一変、ま、ほぼ毎日連絡取り合ってるかな。彼に今 YouTuber として顔は出せないんだけど、やっぱりこうやって犯罪者の息子を
ってね、いっぱいいると思うのね、うん、でいろんな不遇なこう人生を送ってる人たちもいっぱいいると思うんだよね。でその中でその息子が奥さんもらって、うん、一緒に結婚して、まあ、質素ながら一生懸命生きてるよっていうのを YouTube 上で表現したらどうだろうかってことで、今僕がプロデュースして彼がまあ YouTuber としてやっていると、そのお手伝い今僕がやってるの。だから毎日ほぼ練習して、練習で連絡が取り合ったり、こんなネタどうかな、はあはあはあ、まあ、もちろん視聴者リスナーの方からは相当なんでやる必要があるんだとかね、いろんなクレームもあるけど、ここは逃げずに頑張って出していこうかっていうことはやる。へえ、面白い。それは、うん、今辞めるどれぐらい前の出来事ですか？あれ2018年ですか？17年か18年ぐらいでね、やったのね。ちなみに、うん、ハリエさんが出た時の他になんか、うん、自分で仕込んだみたいなのあるんですか？その、ね、ノンフィクションって僕がやってた時は、はい、よくいろんな人に聞かれるの、あのメディアの人たちからも、どうやってネタ決めてるんですかっていうね、はい、で2つありますと、あの1つは制作会社さんから、あのこんなネタでいかがでしょうかっていうのが1つと、うんうん、あともう一つは、僕のイメージ、例えば足立区、はいはい、足立区って響きいいよねってね酒飲みながら、はいはい、制作会社の連中とやっぱ23区の中でやっぱいろんな人生抱えた人がいそうだよねって、なんか足立区のスナックのママみたいなテーマで主人公いないかな、いい人とかっていうことをこう、そうするとディレクターがわーっと探しに行ったりとかして、うんうんうん、いましたいましたとかね、じゃあやろうかとか、あとホストでもさ、なんかこう、もっと年寄りになってもやりつけてる人とかいないかなとかね。あ、それも伯爵なんですか？多分伯爵なんかもそうで、僕の前任者の CP が ホストの前より人間やろっていうシリーズを立ち上げて、うん、で僕の代になってからはその伯爵でちょうど40歳のいいね、ああいうこう伯爵がいて、でやっぱり中高年にやっぱり夢と希望を与えようぜっていうことで、ね、取り扱っている題材はホストなんだけど、やっぱり中年サラリーマンへのエールという意味を込めてね、伯爵をシリーズ化したりとかね、だんだんこう放送によって調子に乗ってきたけどね、あいつもね。だから必ず LINE で調子に乗るなよってお前は見られてるんだからなっていうことをさ、そうそうそう、面白い。そう、へえ、そういう演者さんとかやり取りしてるんですね。あのね、っていうのはね、今だからもう言えるんだけど、はい、これはちょっとややこしい主人公かなとか、はい、放送後の影響ね、あ、はいはいはい、今何を言い出すかわからない時代になってきてるじゃない、はいはい、あとこれは大丈夫かなっていうケースについては、僕もね、積極的にその主人公に会いに行くというディレクターとして、まずはあのカメラ回す前に、ね、はあはあ、この番組はこういう番組で一つよろしくお願いしますっていうことも含めながら、こうちょっと人間性を見たりとかするわけ、はあ、そうじゃないとあれね、結構大変な番組なんだよね。いや、そうっす、何が起きるかわからないから、ああ、それはやっぱりチーフプロデューサーとして責任を持つのは当然だからって。素晴らしいですね。僕のイメージは普通にあの大物ナレーターをキャスティングするためにいやいやいや、なんか各事務所とかになんか飲み行って、ちょっとじゃあ有村架純さんナレーションやってくれませんかねとか、なんかそんな感じなのかなって、チーフ、まあ、だってナレーターなんかね、こっちからお願いすることって僕の時はほとんどなくて、読みたいっていう人たちがすごい、あ、そうか、みんなただでもいいから読ませてくださいっていうね。へえ、あのだからでも僕はすごくありがたかったの、こんな日曜昼間のね、はいはい、時間帯のたかが1時間のこうドキュメンタリー番組に対して、はいはい、芸能人の方々が読みたいって言ってくれるっていうのはありがたいだったので、しかもそうそうたる、まず並べたら普通にこんなメンツ集まんなくねっていうすごい人たちですよね、みんな。だからもう積極的に読みたいっていう人たちはもう読んでもらいましょうということで、そう、こちらから営業することっていうのはあまりないというか、ほとんどない、ね、あ、だからなんかこの人年に 2,3 回やってねみたいな人もいます、いますね。ですよね、なんか、うん、あれ、またこの人が読んでるみたいな、うん、それはもう、それはね、思いがあるって、それはね、そうそうそう、僕の思いかな、それは。やっぱりこのネタは例えばヒロシに読んでもらった方がいいかなとか、ヒロシがブレイクする前、ブレイクっていうか、はいはいはい、ブレイクが終わった時のヒロシなのよ、それがね。例えば、まあ、これも今だから言っていいのかな、あの、内容的に、ちょっといまいちかな、なんていうネタがあって、はいはいはい、いや、それありますよね。誰に読ませたら、
この VTR がもっと輝きを増すのかなって、やっぱそれ考えるわけですよね、はあはあ、チープロデューサーとしてね、はあ、そしたらもっとこれを普通だったらさ、なんかこう読み上げるというか、こう歌い上げるようにこう俳優さんに読んでもらってって考えるよね、はあはあ、僕は全く逆で、これをもっと下手くそに読んでくれる人いないかなと。そしたら多分あの2時昼間の時間帯、身を体をさ、身をも乗り出して、意外と誰が読んでんだこれ下手くそなのっていうね、気持ちにさせられるんじゃないかなって、逆の発想よ。それでヒロシってポーンと浮かんで、でもそれは分かります、あのナレーションテロップがプッて出てくる瞬間に、こいつかみたいな、それも狙ってたわけよあれはそれ狙いなの、うん、なんかそのだからヒロシって急に浮かんで、そういえばヒロシ今元気にしてんのかななんて、まだあれキャンプとか やり始めた頃かな。そうか、じゃあ花開く前とですね、あの一回落ち込んでからのね、そしたら意外とポソポソポソっとこう読んでさ、すごくいいの。だから伯爵の会でも読んでもらったりとかね。ただ長い文章読めないから、ちゃんとあの広志仕様で短い文章で俺がナレーションを直していくみたいなさ、一行滑舌が悪すぎちゃってさいいのね、あのちゃんとそれでその人によってやっぱり変えていかなきゃいけないからね、文体をね、うん、え、だからそのやってる作業は総合演出的なこともやってますよね。あ、それも結局やってたってことだよね。だって、うん、演者に会いに行ってナレーションをちゃんと書いて誰に読ませるかやるっていう、そう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 、構成もこれ考えて、やっぱり何回か見て、これはちょっと俺が引き取った方が制作会社さんにとっても効率がいいかなってことを考えて、まあ僕が引き取って、あのもう編集台本書いてきました。それが楽しくてね。いや、めっちゃ楽しい仕事じゃないですか、そのそ、ね、VTR を作るって。でもなんかみんな途中からすっげえ面倒くさがるじゃないですかそういう人を結構見てきたから、なんかすげえ嫌だなと思ってたんですよね、僕。あの、分かる分かる、それは。え、なんでこんな嫌がってるの。だってあなたこの番組しかやってないのに、その作業すらサボるんだみたいな、それすらなんか AD に一回やってみるみたいなこと言うんだみたいな。いや別にいいよ、それ AD の勉強になるからいいと思うけど、いやそれってあんたのこのプライドの出しどころじゃないのかって思うこととか結構あって、総合演出っていうその肩書きがめちゃくちゃ嫌いで、なんか総合っていらないじゃないですか、ね、だってやってる作業は演出なだけですか。でも総合ってつけることの意味って結局なんだろうかって考えると、どっかの投資のりが俺めちゃくちゃ偉いってことを演出よりもっと欲しいってなって、なんか後輩のプロデューサーとかになんかしれっとこれ総合ってつけてもらってもいいとかってやったのが発祥なんじゃないかなと思って、なんかダサいじゃないですかそれって。チーフプロデューサーなんだけど、しれっとそことやってるってもうかっこいいなって思いますけどね。やらんでもいいことじゃないですか。あの、要は、お給料的には。統制だけ取ってもいい職業じゃないですか。ただ責任だけ取ればいい職業じゃないですか。だけどやっぱりね、その人の人生っていうか生き様をね、うん、やっぱりあの番組って預かってるわけ。うんうん、っていうことはね、いや、もちろん当たり前のことなんだけど、変なことできないっていう放送上。うんうん、そこはやっぱりね、すごく神経質になりながらやってたっていう感じかな。やっぱそこは僕が何かあった時は責任取らなきゃいけないっていうね、うん、そういう思いは常にあったっていうね。だからやっぱそのヒット番組ってその有名な放送作家とかそういうの関係なくて、やっぱ誰か一人めちゃくちゃその番組への愛情が深い人がリーダーになってるっていうのが、なんかこう長寿番組のなんか秘訣かなって思う。そうだよね、名物プロデューサーがいたりとかしてね、そうだよね。だってね、バラエティで言ったらその水曜日のダウンタウンとかロンハーとかゴッドタウンとかイッテ Q とかってやっぱ名前がこう轟くような人がいるじゃないですか。でその人を慕ってこうさらに優秀なスタッフが集まってみたいな構図じゃないですか、おそらく。やっぱ僕そこの出入りしたことないんで分かんないんですけど、あんまり。いやすごいな、面白い。よくすごい。でもそんな楽しい仕事よくやめようと思う。でもまあそれはさっき言ったことですもんね。でもね、やっぱりでもこれもいつまでもやってても、そうか、後輩もねやっぱり そうだから調子がいい時にっていうタイミングもあったけど、これで調子がさ視聴率的にも悪くなってやめるのはなんかかっこ悪いじゃない。あ、やっぱりこういい時に逆にやめて後輩に譲った方が、あ、まあそれはそれで、まあ後輩もプレッシャーかかるだろうけど、うん、より頑張るんじゃないかな。でも今もノンフィクション面白いですもんね。調子いいっすよ今も、うん、今もノンフィクション頑張ってる。この前の
奥さん2人いる、うんそうだね、家族のやつとかも、ね、めちゃくちゃ面白かったし頑張ってますよだから今、うん